이제 유나가 생크에 가담할 이유를 알겠네. 최윤아와 최경호의 경력을 보면 1985년 최경호는 한국 조폐공사에 입사. 1992년 3월에 서울 시내 엄만의 분식이라는 음식점을 시작했는데 10년 전 생크놈들 때문에 식당이 쑥대밭이 된 후 실종됐어요. 손과 본격적으로 일본에 움직이기 시작한 건 10년 전이다. 최윤아는 초등학교, 중학교 때 음악 천재로 인정받았지만 뭐 그건 표면적인 얼굴이고 그녀의 진짜 재능은 컴퓨터 프로그램이야. 1년 전 한국 군대의 메인 컴퓨터에 진입한 해커가 있었는데 해커들의 네트워크를 이잡듯이 뒤진 끝에 수사망에 오른 것이 최윤아였어. 뭐 물론 증거는 남기지 않았지만 뭐라도 하나 단서를 잡으려고 신변을 조사하던 중 아주 특이한 사실을 알아냈어. 아무리 조사해도 최윤아 일가의 1982년 이전의 기록이 없다는 거야. どれだけ調べてもチェイカの1982年以前の記録が出てこない. 1982年? 대패상 후지코상 저수 오네가이시마스 혼돈이 신세츠니 시대 이따닷기 아리가또 고자이마시다. 미지카 카타케도 미나상또 스고시타 히비요 와타시와 와스레마센. 따이니 와스레마생. 유나가 이걸 우리 집 앞에 두고 갔어. 한국이야. 그래, 언니는 한국으로 간 거야. 가야 돼. 나도 가야 돼. 유리자.
兄ちゃんが大変なんだよ。ユニちゃんの容態が急変しちゃってさ。それでも韓国に帰るって言って聞かないんだよ。どうして？ユナちゃんが韓国にいるからってさ。ユナが韓国に？うちに置き手紙して行ったんだよ。もう二度と会えないって感じの文面でさ。兄ちゃん、頼むよ。俺の一生の願いだ。ユナちゃんとユニちゃんを救ってやってくれよ。頼むよ。ユニに伝えてください。韓国へは俺が行きます。たくみ持ってきたよ、頼まれたもの。ありがとう。本気でっけ。指名手配犯は西島翔だ。金山拓実なら出国できるかもしれない。危険だよ。私が止めても行く。行くよね。行くに決まってるよね。何言っちゃってんだろ私。なんかこういう時にさ、なんかこう行かないでとか言ってこう泣いてすがりつくキャラに生まれたかったな。アキラ。うん。帰ってくるから。必ず帰ってくるから。ほら、早く行ってよ。ありがとう。マイコさんって28なの？アンビリバブじゃねえ。だってさ、なんなら10代にも見られるじゃん。ねえ、俺が退院したらさ、デートしようデート。いやよ、だってヒデちゃん悪い人なんでしょ。いやだからさ、身も心もマイコちゃんに癒されたいわけよ。ねえねえ、だからデートして待って待って、ウェイトウェイト、デート。お前偽造パスポートの売買やってたらしいな。はっ。いや、お前こそ、あの昔のことだよ、ね、ふざけんなお前は。西島に渡したんじゃねえだろうな。はぁ、あ、こいつの別荘調べましたが、特に何も。あっ、疲れた。あっ、あっ、足が。おい、もしもし翔さん、俺っす。韓国行きのルートで監査が緩いの。ウルサン行きの貨物船、運が良ければ見つからずに上陸できます。なぜ俺が韓国に行くことを。刑事の野郎たちが俺んとこに偽造パスポート絡みで調べに来たんです。それでピンときて。ヒデ、俺はお前を騙してたのに。俺言いましたよね、一生ついてきますって。だから絶対に無事に戻ってきてください。その時はキャバクラで朝までとことんお祝いしましょう。店の可愛い子全員指名して。だから絶対無事に戻ってきてください。約束っすよ。約束する。例のプログラムはあと何日で完成だ。2週間程度かと。完成を急がせろ。それと西島を早く捕まえるんだ。日本と韓国の空港関係の監視も強化しろ。空港はもちろん、船やヘリなどもすでに監視させてあります。今俺をバカにしたか。あ、はい。お前は所詮親父の犬だ。いつでも刑務所にぶち込んでやってもいいんだぞ。申し訳ありません。
翔さん、韓国行きの船もシェン君に見張られてるわよ。一緒に逃げない？何もかも捨てて。私は翔さんを裏切ったりしない。私なら翔さんを守る。